どうも、チーム軍艦のりです。よろしくお願いいたします。もうすぐでグランドオープン。プロ野球開幕も間近ということで楽しみがいっぱいですね。阪神はドラフト1位の佐藤選手の活躍もあり、オープン戦絶好調なんですよね。しかも今年の練習試合オープン戦は新加入の選手たちが本当に活躍してくれてまして、シーズン開幕しても活躍してくれると2021シリーズ1、2で S ランクで登場する可能性が十分にあります。今回の動画では改めて阪神に新加入しました選手をチェックしていきたいと思います。では行きましょう。まず新加入の選手を見ていく前に、残念ながら去年退団した選手たちを見ていきます。ちなみに2020シリーズ1と2に S ランクで登場した選手だけ今回はチェックしていきます。まずは引退された球児さん、大好きな選手だったので引退すごく寂しいです。プロスピやってるみたいでリアタイ動画 YouTube で見ました。今年 OB で登場しそうですね。そして能見さんはオリックスへ、福留さんは中日へ決まりました。能見さんね、まだまだやれると思っていましたのでオリックスに決まって本当良かったです。今年はねオリックスの試合も見たいなと思います。あと今年もねタイムスリップへ登場してくれたら嬉しいです。福留さんは中日にね復帰されました。球児さん、能見さんもそうなんですけども、長らく阪神を支えてくれた選手が退団となるとやはりね寂しいですね。まだまだやれると思いますので中日で活躍期待しております。上本さんは現役続行を希望しましたが、残念ながら引退で今年からタイガースアカデミーのコーチに就任しました。1番上本、2番大和は本当にワクワクしましたね。ボーア選手は韓国リーグの噂もありましたがアメリカに帰国されました。本音はねもう1年阪神で見たかったですね。そして島本投手はトミー・ジョンソン手術をしまして育成契約になりましたので、プロスピではね2021年では登場しないと思います。才木投手も育成契約になりましたけども、お二人とも復活期待しております。では新加入の選手を見ていきましょう。まずは他球団から移籍してきた選手です。ソフトバンクから梶谷投手、中日から鈴木投手。鈴木投手はね育成契約のためシリーズ1での登場はないかもしれません。そして山本選手は巨人から金銭トレードで加入しました。梶谷投手はね僕の勉強不足で申し訳ないんですけども、どういった投手かね詳しくなくて、調べてみると2018年に72試合で登板しまして、4勝3敗31ホールド、防御率が 3.38 と素晴らしい成績ですね。72試合はほんとすごすぎると思うんですけども、2019年は30試合に登板しています。去年は1軍での登板が少なくて戦力外通告を受けて阪神に入団となりました。プロスピではね2019年シリーズ1で S ランクで登場しております。球威が74の B、 制球が65の C、 スタミナが64の C となっています。球種は4つなんですけども、ストレートが A は素晴らしいですね。特殊能力がキレ、伸び、打たれ強さとなっています。今年はね阪神で出番が多そうなのでとてもね期待しております。ちなみにウィキペディアによりますと、スワレス投手とね風貌が似ているため、スワレス投手からヘイ兄弟と呼びかけられたこともあるみたいですね。あと2013年ドラフト1位でソフトバンクに入団してるんですけども、鈴木投手もね2013年ドラフト1位で中日に入団してるんですよね。阪神は岩貞投手が2013年のドラフト1位でしたので、ドラフト1位が3人もいることになりましたね。すごいですね。山本選手は巨人から金銭トレードで入団しました。巨人とトレードはね、珍しいことなんですけども、いい選手が来てくれましたね。去年は1軍で出番がなかったみたいなんですけども、巨人にはショートにね、坂本選手がいますから、阪神では活躍次第ではレギュラーのチャンスがあると思います。右打ちのショート、セカンドは阪神では少ないので、とても期待したいですね。2019年シリーズ1で覚醒ですが、S ランクで登場しています。お次は新外国人選手です。チェン投手、ロハス選手、アルカンタラ投手です。チェン投手は去年、ロッテに9年ぶりに日本球界復帰でした。残念ながら開幕ローテに入れませんでしたけども、阪神でも活躍期待しております。チェン投手をね、得意にしていた大和選手の対決も見たいですよね。あと、ツーシーム投げるみたいなので、プロスピでも期待しております。ロハスさんとアルカンタラさんはまだね、入国できてないんですけども、韓国リーグのホームラン王、打点王と最多勝投手ですからかなり期待しています。ロハスさんは弾道がアーティストでミートパワーエイヤと夢がありますし、アルカンタラさんはツーシームとスプリット投げるみたいなので、リアタイでも活躍できる能力で登場してほしいですね。最後はドラフトで加入した選手で、今年1軍で活躍が期待できる選手をピックアップしています。ドラフト1位佐藤選手、練習試合オープン戦で大活躍でオープン戦ホームラン6本打っています。すごすぎます。ドラ1ルーキーで登場が決まっているので楽しみです。ドラフト2位伊藤投手は左投げで右手を上げる独特のフォームでかっこいいですね。開幕ローテにも決まりました。ドラフト6位中野選手は守備が素晴らしいショートセカンドの選手です。バッティングも掛布さんがねすごく褒めてました。レギュラー奪ってほしいですね。ちなみにお父さんがかなりの阪神ファンらしいです。
ドラフト8位石井投手はね、秋田高専から独立リーグで阪神入団となりました。僕がね、一番注目している選手なんですけども、投げっぷりが良くてストレートも速いですし、落差のあるシンカーもとてもいいですね。リアタイでもね、最近、シンカーは流行ってますから、はい、プロスピで使ってみたいですね。はい、ということでね、2021シリーズ1とシリーズ2に S ランクで登場しそうな新加入の選手を改めて紹介しました。やはり注目はドラフト1位の佐藤選手ですかね。覚醒選手で登場は決まっていますが、どんな能力で登場するのか、ほんとね、楽しみなんですけども、弾道がパワーヒッターでパワーが A に近い B とかね、すごく熱いですね。もしかしたらアーティストもあり得るかもしれませんね。極みをね、ぜひ作りたいので、イベント頑張って走りたいと思います。もうすぐグランドオープン、プロ野球開幕、すごく楽しみです。最後まで見ていただいてありがとうございました。お疲れ様です。バイバイ。